ITC をどこよりもテニスが好きな人が多く集まる場所、会社にしていきたいです。昔保育士をしてたんですけれども、子供たちってこう目の前にあること、好きなこと、できなかったことができるようになったこと、目をキラキラさせて夢中になってるんですよね。そんな姿を見るのが一番好きで、テニスコートの中にも実はそんな姿が溢れていたんですね。前はうまくできなかったのにできたっていう時に、嬉しそうな表情をされてるお客様を日々見かけて、こちらも嬉しくなってきますし、中でも一番好きな瞬間がコーチからレベルアップを告げられた時のお客様の顔なんですね。大人の方でもちょっと恥ずかしそうにしながらも、もうそれはそれは目を輝かせて喜んでらっしゃる姿を見ると、こちらも嬉しくなりますし、こう周りを巻き込んでいく幸せがあるなぁと感じています。人はいくつになってもチャレンジし続けて成長し続ける姿ってすごく美しいと思うんですね。でも人はそんなになかなか頑張り続けられるものではないですが、これが好きなことになると頑張れると思うんですね。なのでテニスが好きっていう思いから、そういういつまでもこうチャレンジし続ける、成長し続ける人たちを応援していきたいし、そんな人が集うところってすごく素敵な場所だと思うので、そんなテニス好きが集まるところにしていきたいです。入社するまではラケットも握ったことがなかったんですけれども、コーチが教えてくれるとラケットにボールは当たるし、向こうのコートにボールは変えるし、いつの間にかゲームだってできるようになっちゃうんですね。成長のスピードはもちろん個人差はあると思うんですけれども、一つずつできなかったことができる喜びってすごく大きいし、テニスは障害スポーツって言われてて、いくつになっても始められるし、いくつになってもその年代に応じた楽しみ方ができるので、これから健康寿命を考えていく上でも、もう間違いなくおすすめのスポーツです。ぜひ一緒にやりましょう。